自由とナポレオン外観上相反するその2つは実は一体の神に祀られるべき運命にあったフランスの民衆はその前に気拝した彼らのうちにおいてその2つはあるいは矛盾しあるいは一致しながら常に応用たる潮の流れを支持していたそして彼らの周囲には古き時代の伝統があった 伝統に対する奉仕者らが新聖同盟の協力がけれども彼らの心の奥にはパリの裏長屋の片隅には自由とナポレオンの一体の神が常に祀られていた1830年7月の革命はまた1832年6月の暴動はそこに潜んだ潮の流れの表面に現れた一つの波糖に過ぎなかった